オーストラリア出身で現在44歳のレベル・ウィルソンさんが、処女を失ったのは35歳の時だったと雑誌のインタビューで明かしました。ウィルソンさんは昔はこのことについて恥ずかしいと感じており、親友には23歳の頃さっさと終わらせたよと嘘をついていたそう。今では10代にバージンを卒業する必要なんてないと断言し、遅咲きの初体験が普通と見られるべきと主張しています。もう少し大人になるまで待つこともできる。若いうちからプレッシャーを感じるべきじゃないと語ったということです。はい、ということなんですが、23でさっさなんかよくちょっと分かりませんけれども、セックスに限らずいろんなこと、勉強、旅行、恋、遊びを若いうちにやっておいた方がいいという風潮についてはどう思うかについて話し合いたいと思いますが、金子さん。しっかりした、しっかりした今、しっかりした話し方ですね。急にモーニングフラッグになりましたね。なんか生徒会やってたらなんか思い出した。金子さんどうでしょう。待って、そもそもこの何ですか、35歳でというか初体験がどうこうっていうのって、うん、日本でもそんなに言いますか、ね、私ちょっと ねでそういう文化今お一人様多いですけど、ね、ただ35ぐらいと硬かったかも分かんないですよね。硬かった、とはちょっとどういうお声が出るなら、お声が出るなら教えてください。今あのドクターストップなんで。出ない、そうなんだ。でもあのいわゆる見栄で、もう若いうちに済ませたっていう虚栄心が出るときは男女ともあるんじゃないか、はい、それって漫画とかの影響です、はい、漫画でそういうのどこの、そういう文化なのか、別に住んでなくてもいいのにね、なんか住んでる方が偉いみたいなのがおかしいですよね。でも男は見え張りますよね。いやもうめちゃめちゃ張ってましたよ僕なんて、ね、だって高校生ぐらいです。そう、あの高校って絶妙にそのずっとその小中で一緒だった子たちじゃないところに、うん、あのなんかこう集まるじゃないですか、うん、新しいその社会に行った時に、うん、なんかもうすでに経験済みのやつとかいると、もうそいつらがもうめちゃめちゃ肩で風切って歩いてて、でもう校内で付き合ってるやつらなんかもうね、もう我が世を生きてましたから。大人、まあ、大人のねイメージが。男子校？いやいや男子校じゃなくて共学だからね、立ち悪いんですよ、うん、本当学校内で付き合ってるやつらとかいて、でも、うん、その早く別れりゃいいのにと思いながら、ね。なんだ、まあなんかその経験者のふりしてましたけど、でもああいうの。え、また。今はさらっと言ったけども、高校でですか。いやだから高校でそのなんかやっぱり高校内で付き合ってる男とかは大体その自分の彼女の自慢してくるわけじゃないですか。だから僕も、まあ過去には似たようなことはあったみたいな。漫画読んだりね、まあ、今この令和6年の段階で、例えば30前後の女性が未経験っていうのは全く恥じることではないっていうのは皆さんよろしいですよね。恥じることではないどころか、だって最近の調査だと30代になっても 30% ぐらいの男性にしろ女性にしろデート経験がないとかっていうのが今もう普通になってますし、20代の男の子だと 70% の子が彼女がいないっていうぐらいですから、うん、だからもう今むしろ早く終わらせないとって思ってる子の方が少ないんじゃないですかね。ですし未経験であることをこうマイナスに捉えている人がいたら、それがで意味がないわけですよね。だから、ね、そこね、その女性の今の女優さんが嘘をついてまでって、うん、やっぱ後ろを見たいというか、そこがね、うん、負い目があったから嘘ついちゃったんですけど、嘘つく必要もなければ、うん、何も気にする必要ないと、い昔はね、今は全然ないと私は思います。うんうんうん、だからやっぱり漫画とかそういう 作品の先入観ってあるんでしょうかね。中学とか高校でみたいなことになっちゃってますよね。まあ、初体験はともかくとして、でもやっぱ若いうちに失恋はしといた方が良くないですか。だってあの傷40とかになってからだとちょっと耐えられる気しない。40で、はい、20代前半でやっぱり傷ついて、うん、やっぱりミスチルの曲がめちゃめちゃいい曲に聞こえた時に、あ、でもそれは大事だね。あの必要か分かんないけど、もうえぐれた傷にそういう曲が染み込んでいくっていう感覚はね、はい、バラードの伴奏法としての力なんか用意してく
てる、ポジティブ用意してきてるんです、こういうの。今日すごい好きなんだよね。あれ深さんのあれを埋めようとちょっと俺絡まってますよ。いやいや今日なんか座布団に座ろうとしてます。はい、ありがとうございました。いろいろな意見が出ました、ありがとうございます。はい。